オービックシーガーズディフェンスラインの畠山です。今日は天気の悪い中応援ありがとうございました。まだまだ鍛えないといけない部分ばっかりですけれども、まあ、徐々に、自分の中でも成長できているなと思います。また、9月24日、激しいプレー見せたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。